バナナ TV バナナ TV in バンコク始まるよ。映っておたねサナブスとってえい話題にアイラブあるよアイラブあるよ。おねえな感じで浴びてくる今日は浴びたんですけどやめろやめろさすがタイの目よ綺麗だ。あ、ブタか。ブタそうですね。これはやばいと思うな。すげえうまい。うわ、これうまい。ニンニクの味と、うん、チャーハンみたいな。チャーハン的な。うわ、うまっで、まあ、今回挑戦してもらうエンターテイメントはニューハーフショー。セブニスコメディスタバナナメン。うわ、来た。やばいやばいやばい、来た。バナナ TV。最近ここ最近もういいとも終わりからね。いいとも終わりから慣れたからね、うん、行くっていうのがね、何回目なのこれ。もう6です。 6なの。韓国、うん、わすんわ韓国、うん、ハワイ、パリ、グアム、でロス、ロス、今回あんで謎の韓国が実はあるからそうだよね謎の韓国がいろいろあったからね、うん、じゃあもうもらったんだね。今回の行き先、大体どこだと思います？今まではずっとやっぱりそういったってノンストップあるし近場だと思ってたけど、前回ロスやられちゃったから、うん、あれこれ結構確かに ね、 ね、 ね、時差なんか関係ないんだな、これ申し訳ないけど結構地球で遊べるなっていうね地球の裏まで行けんじゃねえかっていう。だから俺の中で南米は外すと思うんですよ。香港、香港ね、香港、うん、じゃあ今回どこ行くか見ちゃいますよ、うん、ザザンと。ん、分かった。いやまだちょっと待って、うん、世界に通用するエンターテイナーになろうというこの番組、うん、ですうん、日村さん、うん、発表したいと思います。はい。なんと第6弾はロサンゼルスです。前回だよ、前回だよ連チャンはないよ。2人ともロスの気がつきますよ。そうだよ、俺ロサンゼルスで連チャン、なんで、え、ロス行くのこれ。なぜかというと、うん、オーディション、嘘でしょ、受かったかな。日村さん、受かった、前回オーディション受けましたね。受かった、あの、受かったじゃねえ、受けた。おお、正式にオファーが来まして。マジでロスでムービーの撮影ということになります。マジで嘘です。嘘かいな、嘘だろうな、受かってねえわな。あんだけ頑張ったのに連絡ないですか。あれちょっとオーディションは、うん、ちょっと残念ながらこれ落ちたの。あの役に関して落ちたんですけど、うん、まあ、プロデューサーとかの見てくださった2人のことはすごい気に入っていて、うん、なんか違う映画とかで使えないかなっていうような相談は受けてはいる。じゃあ今回は違うの。あの映画に関してはちょっとあのマフィアのボスジミーに関しては俺マフィアのボスだったまああれは違いますよね。まあ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 、はい、じゃあロスじゃない、うん、どこだと思う。待ってくれよ、一個あったわ、ここかってのが見っけちゃった、めっかっちゃった出ためっかっちゃった、めっかっちゃった、めっかっちゃったなんだっけこれ、何言う、あのね、なんだっけ、あ、まあ言う、言う、あ、いいよ、せーので言ってみる、正解と、あ、そうしよう、そうしよう、うん、うん、言うよ、俺1回だけあるから、今度これはずっと言って、俺言ったと思う、多分じゃあもう言っちゃうよ、これ場所、はい、場所の名前ね。だからそれが、もうあとそれがすごいヒントじゃない、それがヒントじゃない、マジですっげーテンション上がってんだけど、これバナナ TV 本日、これから向かう先はせーのニューヨーク、ほら、イエーイ、本当にニューヨークについに行きますよ。本当です、本当です、本当に、いやー、この顔が分かんねえ、この顔が分かんねえってさ、さ、いや、マジでマジで言ってる、ニューヨーク行けんの。ニューヨークに行っちゃうぞニューヨークですよ。何時間ぐらいかかるの。13時間。ねえ、マジで言ってんの。13時間、マジだよ、もうニューヨーク13時間、本当にニューヨーク行くの。マジで俺超嬉しい、マジでニューヨーク俺も行ったことがないから、マジでこれう
うわマジで俺夏休み行こうかなと思ってたんだけど、あそうこれで終わった、よかった。いやもう行きゃいいじゃん。いやいやもう行かなくていいじゃん。本当はね、イチローさん見に行きたいんだけど。ああ、ニューヨークヤンキーズね。ヤンキーズ今ね活躍されてて、あと黒田ね、うん、黒田さんもねやってるけど。ニューヨークステーキもありますよね。ニューヨークステーキ、本場のニューヨークステーキ。そっか、ニューヨークステーキってそうだ、ニューヨークのステーキってことですもんね。そうだよね、本場のニューヨークステーキ。あとお買い物もさあできますよ。すごい、やったね。ああ、一応僕確認したいと思います。 OK、はい、なんかね、うん、あ